なかった豪華な返礼品がたくさんありました。おはようございます、節約お姉さんういういです。今日はですね、先日 YouTube と TikTok とインスタで視聴者さんにふるさと納税おすすめ返礼品を募集したので、それを動画にしてみんなに共有したいと思います。全部で23個あります。今回企画にもうたくさんの方にねご回答いただき、本当にね嬉しいです。感謝申し上げます。ありがとうございます。気になったもの23個をピックアップしてね紹介したいと思います。そしてですね、少し前からふるさと納税のやり方が分かりませんとか、ふるさと納税のやり方動画にしてくださいっていうねコメントね、たくさんいただいてました。毎年頼んでたらめっちゃ簡単ってなると思うんだけど、ふるさと納税初めてやる人とかまだやったことない人ってやり方が分かんなかったり、複雑すぎてそもそもふるさと納税やったことがないっていう人ね、不安が多い人たくさんいると思います。私も最初やるとき分かんなくて、視聴者さんと同じ不安とかハテナをね感じてました。どこで何を頼んでどういう手続きをしたらいいかがもう最初だと分かんないですよね。なのでおすすめ返礼品を紹介した後、この動画の後半にこれさえ見れば OK なふるさと納税ガイドをねつけました。難しいことは何にもなくて簡単にできます。私のお父さんも数年前までふるさと納税のことちんぷんかんぷんでやったこともなかったんですけど、私がマンツーマンのねサポートをした結果、今ではほとんどふるさと納税に関しては質問が来なくなって一人でできるようになりました。視聴者さんの皆さんもぜひね最後まで見て今年ふるさと納税に挑戦していただけたらなーって思います。では早速視聴者さんおすすめふるさと納税返礼品23個紹介していきたいと思います。回答を見ててこんなんあるんやって興味をそそられるものたくさんありましたね。結構私ふるさと納税隅から隅まで探すの好きなんですよ。なのでめちゃめちゃ参考になりました。ぜひふるさと納税返礼品選びの参考になったらと思います。はい、まず最初はみんな大好きお肉お魚部門からです。一つ目の返礼品が北海道白糠町のエンペラーサーモン 900g、 お値段が 15,000 円です。これはいろんな人とかふるさと納税おすすめ返礼品を紹介してるサイトを見てもほぼ確実にランキングにいつも入ってます。私も食べたことがあって、これね本当に美味しいです。私のふるさと納税おすすめ返礼品でも紹介したんだけど、油のりが良くて味が濃いんですよ。マジで一番最初に頼んでみてほしい返礼品だなって感じます。3、4ヶ月ぐらい私待ったんで、年末になればなるほどどんどん注文する人が多くなるから、もう確実にゲットしたい人はもう早めに注文した方がいいです。ちなみに私好きな食べ物サーモンなんですけど、私が今まで食べた中のサーモンの中で1位2位を争うぐらいのサーモンです。はい、次二つ目が兵庫県神戸市の神戸牛専門店まかない肉 500g 2万円です。質問を募集した時に兵庫県神戸市の神戸ビーフっていう風な回答だったんですけど、何個かあったので一番オーソドックスそうな神戸ビーフを選んでみました。こういう贅沢でその土地に行かないと食べれないようなものも頼めるのがふるさと納税のいいとこですよね。まかない肉とは書いてあるんですけど、切り落としみたいな端切らの寄せ集めじゃなくて1枚ずつスライスしてるそうです。レビューを見てみると、まかない肉とは思えないほど美味しいってね書いてあったので、ふるさと納税で2万円で神戸ビーフが食べ飲めるのはお得だなって感じました。3つ目が北海道白糠町いくら醤油漬け 400g 1万2000円です。これもめちゃくちゃ有名ですよね。私も頼みたいと思ってて、まだ頼んでないんですよね。このイクラはなんとふるさと納税賞5年連続受賞しているらしいです。ほんとすごいですね。400g と 800g 選べるみたいです。まあ、どれぐらいの量だろうって気になる方多いと思うんですけど、400g がイクラ丼8杯分で、800g がイクラ丼16杯分みたいです。ってことは、400g を注文すれば、4人家族の人だったら、1人2回もイクラ丼食べれるし、1人の人だったら8回も食べれるんですよね。しかもこのイクラ、2023年12月26日から安くなってるみたいです。
ふるさと納税ってどんどん値上げされてるこの世の中で安くなってるっていうのはすごい嬉しいポイントですよね。特にイクラを食べたい人はぜひ頼んでみてください。はい、続いて4品目が愛知県二条市のうなぎ3尾入ってて、お値段が25,000円です。うなぎ私めちゃめちゃ好きで、ふるさと納税で頼みたいなってずっと思ってて、もうめちゃくちゃ参考になります。ありがとうございます。このうなぎは天然に近い育成環境と多くの手間をかけられて作られてるそうです。レビューを見てみると肉厚でふんわりしてて美味しいらしいです。めっちゃ気になる。お次、5つ目が引き続きうなぎです。静岡県浜松市の浜名湖蒲焼き 100g が2本入ってて12,000円です。さっきのと比べて2本入りで小さめにはなるんですけど、ちょっとうなぎ試しに買ってみたいっていう人にいいですね。レビューを見たら肉厚で美味しいって書いてあるレビューがある一方、ゴムみたいとか小さいっていうレビューもあったんですけど、実際どうなんでしょうかね。食べたことある人はぜひコメント欄で教えてください。6つ目が北海道別海町のホタテ分けあり 1kg53粒前後で、お値段が12,000円です。有名ですよねこれ。お刺身でホタテを食べられるのは普通のスーパーだとなかなかないんで、それが魅力ですよね。あと地味に高いし。はい、続いて7つ目が高知県須崎市のカツオのたたき分けあり 1.6 キロで8,000円です。めちゃくちゃコスパいいですよね。視聴者さん曰く藁の風味がして美味しいらしいです。カツオのたたきはふるさと納税は大容量で、しかも安いとこが多いですね。スーパーで買うと肉魚って高いじゃないですか。でもふるさと納税で買うと食費節約になってめっちゃいいですよね。カツオのたたきつながりで、私は愛媛県愛南町のカツオのたたきリピートしてるんですけど、大容量なんでなかなかなくならなくて、よくカツオ習慣になってますね。毎日カツオのたたき食べるみたいな。高知県や愛媛県のカツオのたたきいいですよっていう視聴者さんもいました。ありがとうございます。続いてはお米部門です。お米はめちゃくちゃ回答が多かったです。さすが県予家の皆さん、お米を選んでる方が多いですね。お米は毎日食べることが多いんで、返礼品として選ぶと大幅な食費節約になるのでおすすめです。スーパーで買って持って帰るの、なんか車ない人だったら結構大変じゃないですか。てか最近知ったんですけど、今スーパーからお米が消えまくってるらしいです。ふるさと納税で頼みましょう。ふるさと納税おすすめ返礼品8つ目が北海道東川町ゆめぴりか 20kg で 28,000円です。これ私が見た2024年8月24日時点では売り切れてました、人気みたいですね。レビューを見る限り何度もリピートしてますとか、ほんと美味しいって書いてあるので、来年のふるさと納税で頼む際はぜひ参考にしてほしいなって思って紹介します。このお米はゆめぴりかコンテスト2019年で最高金賞を受賞してるらしいです。ゆめぴりかってどういうお米かっていうと、濃い味わいと甘みで、食感は粘り強くもちもちなお米です。レビューでお餅みたいっていうコメントもありました。はい、続いて9つ目は新潟県長岡市魚沼産コシヒカリ 30kg 58,000円です。毎月 5kg が6ヶ月間来るみたいです。ふるさと納税のお米って一気に 20kg とか来るやつも多い中で、毎月定期的に来るのは頼みやすいなって思いました。甘さと香りが魅力のお米だそうです。どうやらこのお米、雪を利用した雪室貯蔵で新鮮な美味しさをキープしてるみたいです。10個目が茨城県境町の低温製法の美味しいパックご飯コシヒカリ 180g が40食入りでお値段13,000円です。災害用のパックご飯としてもいいですし、お米がないってなった時にレンチン2分で食べるので便利でいいですね。はい、続いて11個目が石川県能登町コシヒカリ能登ヒカリ、それぞれ1袋ずつ入ってて、5kg が2袋でお値段が15,000円です。石川県の土地は震災があった地域なので、それで応援したいっていう気持ちで、買われた人も多いと思います。自分が食べたいものとかではなく、応援したい自治体に寄付をするのも素敵だなっていう風に感じました。はい、続いて12個目が茨城県八千代町コシヒカリ 15kg お値段が19,000円です。
これも売り切れてました。人気なんですね。五つ星お米マイスターっていうお米の幅広い知識を持ったお米のプロだけに与えられるお米マイスターの最高位資格を持った人が育てているので間違いないみたいですね。レビューを見ると甘くてもちもちなお米みたいです。北小町もあるみたいで、どっちも塩さん美味しいっていう回答をいただきました。ありがとうございます。他にお米で自分の住む県の自治体からのお米を頼むっていう塩さんもいました。同一県だと配送料が安く済むので自分も送る側もお互いコスパが高くなりましたそうです。そういう考えもあってすごく勉強になりました。基本的にふるさと納税は送料無料がほとんどなんだけど、沖縄や離島に住んでる方だと別途配送料がかかる場合があるので注意ですね。続いて日用品部門いきます。日用品は消費が早いんでふるさと納税で注文する方多いですね。みんなが何買ってるのか見ていきましょう。13個目、和歌山県和歌山市のアタックゼロ詰め替え用 1140g が6袋、お値段が 25,000円です。理由が必需品であり毎回お店で購入するのは面倒なのとかさばって重いです。商品の期限がないので1年分を利用していますと視聴者さんからコメントをいただきました。家族で住んでる方だと洗濯物の回数が増えるからいつの間にか切れちゃったっていうことがあるかもしれないけど、ふるさと納税で頼めば1年分ストックできて、まあ、いつでも安心ですね。同じ和歌山市のアタックで花王アタック抗菌 EX 詰め替え用 900g が6袋入ってて 12,000円もその他の視聴者さんからおすすめといただきました。ありがとうございます。ご家庭によっては冷凍庫が狭いとかセカンド冷蔵庫持ってないっていう家庭もあると思うので、まあ、こうやって期限を気にせず使える日用品とかいいなって思います。はい、続いて15個目が千葉県市原市のスーパーナノックスギフトセット、本体 400g が2本、詰め替えが 350g が9本入っててお値段が 15,000円です。これ今回募集した中で開けてくれた方が、複数いまして一番人気の商品でした。ナノックスは濃密ディープクレンジング処方と酵素が配合されているので汚れ落ちがいいみたいです。そして洗濯成分が多いので1本につき40回分も使えるみたいですね。お子さんがおられるご家庭は食べこぼしとか外で遊んで汚れたとか部活で服汚れたとかあって、普通の洗剤では落ちにくい汚れに遭遇する頻度が高いと思うので、ふるさと納税でナノックスが買えるのは嬉しいですね。はい、続いてフルーツ部門いきます。ふるさと納税でフルーツ頼めるのいいですよね。16個目、沖縄県豊見城市のキーツマンゴー大玉2玉で 18,000円です。これ人気なのか楽天市場で確認した時は売り切れててリンクが削除されてたんですよね。なので他探したらフルボっていうふるさと納税サイトに取り扱いがありました。フルーツって今めちゃくちゃ高くないですか？リンゴとかすごい高くないですか？だから私今フルーツだとバナナとか冷凍フルーツとか缶詰でしか買えないんですよね。ふるさと納税で頼むのいいですよね。いちごとかもあるし。17個目が北海道富良野町富良野赤肉メロン 2kg 4玉でお値段が 25,000円です。塩佐さん曰く甘くてジューシーだそうです。 2kg のが4玉も入ってこのお値段はメロン好きにはたまらないですね。最後にそんなのあったのか部門を発表したいと思います。ここではあんまり知られていないであろうニッチな返礼品を紹介します。18個目、福岡県福知市博多若杉のもつ鍋セット2人前が5セット入っててお値段が 12,000円です。こういうご当地グルメを頼めるのもふるさと納税のいいとこですよね。塩さん曰く毎年頼んでますとのことです。19個目が鹿児島県南九州市のチランチャカッポンセット10,000円です。これレビューが50件あって評価 4.86 と高評価でした。ふるさと納税でお茶でこんだけレビューついてて高評価なのはすごいですよね。すごく私も気になりました。で次2つ同時に紹介するんですけど、20個目、和歌山県北山村の最高級紀州南高梅 1kg 10,000円と、21個目、福岡県赤村の有明のリセット5枚入り、5袋2セットで 7,000円です。塩瀬さんのコメントで普段は単価が高くてなかなか手が届かないけどこれらの食品であると食卓が豊かになると思います。
どれもスーパーで買うものより高級でとっても美味しかったですというコメントをいただきました。ありがとうございます。スーパーでは買えないちょっと贅沢なものも、ふるさと納税なら挑戦しやすいですし、味覚のバリエーションが広がるのもいいですよね。続いて最後、22個目と23個目同時に紹介します。長野県南箕輪村の N ゲージ専用展示台、鉄道模型用木造電車庫ケース付き A ひな壇タイプ3万円です。これは楽天ふるさと納税にはなくてふるさとチョイスにありました。続いて23個目、群馬県安中市の N ゲージダイキャストスケールモデル特急朝も8000円です。これはフルナビにありました。視聴者さんからのコメントが両方趣味、鉄道模型ですね。食べ物や日用品も良いですが、こんなのもあります、そのことです。こういうのもふるさと納税返礼品にあるとは私知りませんでした。鉄道好きの方にとってはたまらないですね。強く参考になりました。ありがとうございます。今回紹介したふるさと納税返礼品は概要欄にリンク貼ってますので、気になる人は見てみてください。そしてですね、今回23個おすすめ返礼品を紹介したんですけど、きっと皆さんもふるさと納税挑戦したくなったことだと思います。なのでここからふるさと納税のやり方を説明していきたいと思います。難しいことは全くなくて、やることはたった3つだけです。そして最後に一番大事なふるさと納税をする際の注意事項をお伝えします。ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。ふるさと納税のやり方3ステップを結論から言うと、まず1つ目が自分のふるさと納税寄付金額の限度額を調べる、2つ目が寄付をする、3つ目が税金控除の申請するの3ステップです。一つずつ紹介します。まず1つ目の自分の寄付金額の限度を調べるなんですけど、この金額はその人の年収とか家族構成によって決まります。上限金額シミュレーションはいろいろサイトはあるんですけど、個人的にはサトフルが一番使いやすいのかなって思います。私前楽天使ってたんですよ。楽天は私の肌感ですけど、なんか若干オーバー気味に表示される気があります。サトフルのシミュレーションサイトは概要欄のリンクに載っけてますんでね、ぜひ使ってください。2つ目は寄付をすることです。1つ目で自分の上限金額を知ったら、ふるさと納税サイトでその金額に収まるように注文してみましょう。私のおすすめは楽天ふるさと納税です。多分ふるさと納税をしている人のほとんどが楽天ふるさと納税で注文しているんじゃないかって思います。楽天ふるさと納税は楽天カードも使えるし、お買い物マラソンとか楽天スーパーセールを活用すればめちゃくちゃポイント貯まるのでおすすめです。でも最近ポイント使わなくなるみたいなニュースになってますけどね。そして楽天ふるさと納税のサイト使う際は、必ずモッピーでいうポイ活サイトを経由してから注文することをおすすめします。というのは、経由して買うと楽天の方でも楽天ポイントが貯まるし、モッピーの方でもポイントが貯まるんで、ポイントの二重取りができるんですよ。しかもふるさと納税の返礼品の金額って、普段は私たちがするお買い物金額より若干高めじゃないですか。なので普段よりポイントが貯まりやすいから、モッピーは絶対使った方がいいですね。ここだけは忘れないでください。今なら入会後に5000ポイント以上の獲得で2000円分のポイントもらえるキャンペーンやってますので、私の紹介コードとリンクを概要欄に載せておくので、まだ登録したことないよっていう人はぜひ使ってみてください。もちろん無料です。注意なんですけど、ネットから普通に登録した人はポイントもらいたいので、注意してください。ふるさと納税とモッピーを使った裏技はこの動画で話します。固定コメントにリンク貼ってるんで、ぜひ見てみてください。3つ目が税金控除の申請を行うことです。申請方法は2つあります。ワンストップ特例制度と確定申告です。ワンストップ特例制度が対象の方は、確定申告はする必要ない人だったり、副業してないサラリーマンの方だったり、年間寄付先が某自治体以内の方におすすめです。大体の人はこれに当てはまるかなって思います。
確定申告より圧倒的に楽なので、条件に当てはまる人はワンストップ特例制度にすることをお勧めします。ワンストップ特例制度は何やればいいのって話なんですけど、返礼品を注文したらお家に申請書が届くんですよ。で、そこに必要事項を書いて、本人確認書類のコピーを貼り付けて、ポストに出すだけです。今はオンラインでやってるところも増えてきてるので、そっちの方がね、めっちゃ楽です。まあ、やってるところはまだまだ、ちょっと少ないかもだけど、確定申告でやる人は確定申告書類と給付金受領証明書を、税務署に提出してください。オンラインでやった方が圧倒的に楽なんでオンラインがおすすめです。注意事項なんですけど3つあります。1つ目が給付金控除の手続きを必ずやることです。これやらないとただの寄付になっちゃうので気をつけてください。2つ目が寄付者とクレジットカードの名義を同じにすることです。例えば旦那さんの名前で申し込んでるのに奥さんのクレジットカードで決済はできないです。納税してるのは旦那さんなんでね、それをやると控除が受けれないので注意してください。3つ目が寄付する自治体を5自治体以内に収めることです。これはワンストップ特例制度を利用する人に当てはまることです。6自治体以上にしてしまうと確定申告をしないといけないので注意してください。ワンストップ特例制度は使えなくなります。4つ目が自分の自治体の返礼品を注文しないことです。これは厳密に言うと寄付自体はできるんですけど、自分の住む自治体にふるさと納税頼むと返礼品はもらえないので気をつけてください。まあ、今回ふるさと納税の、動画を作ったんですけど、ふるさと納税の、デメリットは何ですかって言われたら、自分の自治体に税金を納められないことですね。私もふるさと納税やってるんで、家族に勧めるんですよ。で、私のお父さんは、私が数年前に教えてやってるんですけど、私のお母さんはやってないんですよ。私が2回ぐらいふるさと納税勧めたんですけど、やってないんですよ。っていうのは、自分の町に税金を納めたいからやらないって言ってて、自分家から出たゴミとか水とか、市が管理してたり、綺麗にしてくれたりするじゃないですか。だから自分のとこに納税したいみたいな。私のお母さん18歳からずーっと正社員で、結構税金高いんじゃないんって。いや、ふるさと納税した方がいいよって。2回ぐらい言ったんですけど、やっぱまた同じ理由で、自分の自治体に税金納めたいからっていう理由で、やってなくて、2回言って、同じ回答だったんで、そういう人もいるんだと思って、私はどっちかというと、お肉食べたいとか、美味しいサーモン食べたいとか、そういう欲の方が強いんですけど、人それぞれいろんな考え方がありますよね。デメリットとしては、自分の自治体に税金が納められない。自分の自治体以外に税金が流れるっていうところが、デリメリットの一つかなっていうふうには思います。参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画はこの辺で終わります。私のおすすめのふるさと納税返礼品をまとめた動画をね、少し前に出したので固定コメントからぜひ見てみてください。またインスタ、TikTok でも貯金やお金にまつわること発信していますので、よかったら概要欄からフォローしてください。最近はストーリー投稿を、ちょこちょこしています。最後まで見ていただきありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。バイビー。